序盤がっちゃったの。も吐かずな、え、長木を、え、長地盤、長木を着流しにして、え、髪には水油をつけていました。里で麦飯が常食の頃でも白米を食べ、家も黒びかりするほど磨き上げていて、腰掛けるのがもったいないという人もいたし、基礎から来た人たちはまるで町に来たようだにと言ったと伝えられます。これはあの、私も初めてこの大平に来た時に驚いたんですけど、座敷に流しが回ってますよね。これはなかなかね、他の、あの民家の集落ではありません。だから、大変その栄えた宿場だったというのは実感できます。大正元年になると飯田御堂間に定期バスが開通、郵便局と小学校もできました。伊那地方の郵便物輸送は全て大平経由だったので、ここの郵便局には伊那地方で最も早く他からの郵便物が届いたのです。伊那の小学校の修学旅行もここを越えていきました。しかし大平の最盛期も長くはなかったのです。中央線の辰野から伊那谷を南下する伊那電鉄が大正2年に飯田に達し、伊那谷全域と御殿を結ぶルートの交通上の価値は激減しました。後に伊那電鉄は国鉄飯田線と名を変え、昭和11年に東海道の豊橋まで全通します。大平は通常の山村へと変化しました。太平洋戦争中も大平は平和でした。戦後の物資不足も大平には恵みをもたらしました。木炭が作るそばから飛ぶように売れていきました。しかしそれも昭和34年までのことでした。エネルギー源の石油への変換で木炭の売れ行きが激減したのです。これが過疎への始まりになりました。木炭の売れ行きの激減はまず安値として現れました。その頃からチェーンソーが使われ始め、生産量は急増したのですが、作れば作るほど値が下がったのです。木炭がダメなら原木に手をつけるしかありません。パルプ材にする原木の伐採はみるみる山を裸にしていき、あと数年というところまでに追い込まれていきました。木材ばかりに頼っていたのではありません。高原野菜、高原豆腐、料理屋、機械の下請け工場など。しかし転身は成功しませんでした。人口の流出が急増しました。小学校の生徒数は10年ほど前に50人から数人にまで減っています。昭和44年集団移住の相談が始まりました。昭和44年の10月には定期バスが廃止され、移住に拍車をかけました。しかし集団移住の相談は容易にまとまるものではありませんでした。長年住んできたふるさとを捨てるのは誰にとっても重苦しい決断だったのです。集団移住は金の問題が表面化すると、和やかだった村の雰囲気は一変、犬と猿の喧嘩に猫が加わったような、刑事さんもきついこと書くな、犬と猿の喧嘩に猫が加わったようなありさまになりました。どういう状況なんでしょう。集団移住でなければ補助金が出なかったからです。そんな喧嘩に疲れ果て、45年3月4日集団移住の決意と請願が住民総意という形式で飯田市議会と長野県議会宛てに提出されました。その40日後、村の中心部4戸10棟を焼く大火があったのです。大火があったのは4月13日のこと。春のフェーン現象で強風が吹き荒れる日、機械の下請け工場だった納屋で散った火花で、むしろに映ったのは火元でした。焼失したのは旧道と新道の三差路の両側。村の中心部で大きな家が多く建ち、かつてのバス停もここにあり、村で唯一の何でも屋もここにありました。集団移住を決めた矢先の大火は、ここに住む人たちの心に移住の決意の再確認を迫るものでした。その年の11月30日、その前日から降り続く時ならぬどか雪の中、真新しい集団移住記念碑の前で慰安式が行われました。参加した人たちは誰もが涙をこらえられず、言葉もなく雪の山道に消えていきました。ここからは大平再生のお話です。無住になってからわずか2年半の後、昭和46年6月、名古屋の観光業者は大平を見逃さなかったのです。
中京のふるさと大平、民家民宿会員には割安に別荘分譲地を販売しますというような触れ込みで、大平の林の中をブルドーザーがかき回し始めました。これを知った飯田市民の間で反対運動が起こりました。大平を中京のふるさととは何事か、飯田の水源が汚染されるのではないか。反対運動はその8月、大平の自然と文化を守る会に結集して活発に活動し始めました。しかしこの年の秋のオイルショックで観光業者は倒産し、危ないところで大平はそのまま残りました。大平の自然と文化を守る会はその後もさらに自然保護を叫んだ実践的な活動を継続しました。そのメンバーの中から民家のいろりを再生して、そこでの生活を楽しみつつ保存していこうとする大平寺庫を残す会が誕生しました。この会はさらに実践的で、民家の修理、雪下ろし、肥汲みなど身銭を切り、自分たちの手でこの村の保存管理に取り組みました。民家は持ち主から借り受け、自分たちで使うだけでなく一般にも開放しました。民家を使う人は飯田市にある会の事務局で鍵を借り、自主的管理で使うこと、いろりは必ず燃やすこと、使用後は清掃、壊れたところは補修し事務局に報告、鍵を返却すること。昭和51年から翌年にかけて日本大学民家研究会の調査が数字にわたって実施されました。残す会の人は言ったものです。こんなボロ屋が文化財にされちまった。東京では残す会を支援する会、大平寺庫を語る会が誕生、これは勝手に誕生ですね、文字通り。両会は揃って全国町並み保存連盟に加盟し、昭和59年の全国町並みゼミを大平で開催しました。これに先立つ55年には日本ナショナルトラストの保存調査があり、その翌年には飯田氏が大平保存再生協議会を作って大平憲章を制定、また翌年にはトラスト事業としてマスヤ保存改修工事が実施されました。さらに昭和60年には、1985年タイガースが歓喜の二十何年ぶりに優勝した年ですね。さらに昭和60年にはトラスト事業の第二弾として神谷の保存改修が実施されました。ここで少し間が空き、平成3年から翌年にかけてふるさとづくり特別対策事業を飯田市が実施、生活文化同人の有志が共同して設計管理を担当させていただきました。大平の民家はこれで12棟美しくよみがえりました。美しくまで言えるかどうかわからないですけども、我々としては限られた予算の中で、目いっぱいの仕事をやらせてもらったつもりです。でしかもその仕事のやりっぱなしじゃなくて、その翌年からこの大平建築塾というのがスタートします。その辺がこの後書いてあります。大平の保存再生は行政の本格的な対応を得て、本格的だったかな、寺澤さんに聞きたいな、この辺はね、幅さんちゃんと聞きましょうね、今度、より確実な道を歩み始めたと言えましょう。生活文化同人は平成6年から大平建築塾を毎年開催しています。参加したい人は誰でもよく、大平で2泊3日の行事に自由参加できます。で、泊まるのは民家に分宿し、いろりを焚いて楽しく過ごすのです。で、この建築塾もようやく地元の残す会の皆さんとのタイアップということで、今年が、残す会の皆さんとの共催でのむしろ再出発みたいな感じで、そういう意味では非常に意義のある今回の集まりになっていると思います。どうぞこの2泊3日の3日間を皆さんゆるりと楽しんでください。これで峠の村の物語、大平塾210年の歴史のお話はおしまいです。お話はこれからどうなるって、そんなことは誰にも分かりません。逆に言うならどうするかが答えでしょうね。そう、あなたはどうするのか、どうしたいのかが本当の答えだと思いますよ。それを皆さんの一人一人に託しながら、この紙芝居を終えることができたら、絵と文の作者としては本望なのです。1996年8月16日、吉田啓二代読益子でした。ありがとうございました。